3月20日、ドジャース、大谷翔平の元通訳、水原一平氏が、違法賭博に関与した疑惑で電撃解雇された日から、約3週間が経過した。事態は解決には至っておらず、今後も調査は長引きそうだ。違法賭博による負債450万ドル、約7億円、を、大家の資産で返済したと報じられた水原氏。 さらに、違法賭博の同元であるマシュー・ボーヤー氏の知人は、水原氏は大家の口座から送金された450万ドル。約7億円。とは別に、まだ返済していない借金がある。都米メディアに語っており、さらなる負債が残っている可能性が浮上している。また、二人は共通の知人を通して知り合ったとも報じられた。2021年。 サンディエゴにあるホテルのロビーで、携帯電話を使って別のブックメーカーにかけていた水原氏に、この人こそ君がかけるべき人だ、と知人がボーヤー氏を紹介したという。実際のところ、ボーヤー氏とは一体どんな人物なのか。米メディアスポーツハンドルの報道によると、ボーヤー氏はラスベガスのスポーツ賭博の有名人で、 たびたびスポーツで6桁の賭け金をかけることで知られているという。一晩で100万ドル以上負けた姿が目撃されていたり、バカラやクラップスにも多額の賭けをしているとも伝えられた。また、大抵の場合は、いい人、だが、ビジネスとなると、手を出すべき人物ではない、という元関係者の証言も報じられている。水原氏は、ESPN、 のインタビューに、私にはギャンブルの才能がない。一度も勝ったことがない、と語ったというが、大家の通訳、として目をつけられ、金を絞り取られたのだろうか。水原氏の行方は依然として知れず、雲隠れ状態です。球団選手たちが韓国から帰国するためのチャーター便には乗っていなかったとされており、 韓国にいるのか、はたまたアメリカか日本に帰っているのか。解雇直前に顔出しした美人妻、もともに姿を消しており、心配の声が寄せられています。スポーツライター。今後の捜査の展開にも注目が集まっている。